にちは、池田真子です。今日のマコチャンネルはビューティーです。今回はアジエンスホノルルアカデミーというイベントに参加してきたので、ぜひそちらの動画をご覧ください。皆さんもホノルル女子に近づけるように。マコチャンネルスタート。アジエンスホノルルアカデミーのイベントに参加させていただきます。ホノルル女子に近づけるような、いろんなことが学べたり体験できるみたいなので、早速行ってみたいと思います。まずはこちらの無難女子人類学を見ていきたいと思います。1つ目はオウム返し無難女子、脱力しすぎ無難女子、無色透明女子、仮面無難女子、無個性横並び女子、最後はやりすぎ謙遜女子。皆さん思い当たるものはありましたか？私はこの中だったら、ちょっとこのオウム返し無難女子が結構初対面の方に結構こういう対応しちゃうかもしれないです。でもこのままじゃもったいないです、もったいないです。こちらでは自分がどのタイプのホノルル女子に近づけるのかを診断できるみたいなので、早速このホノルル女子テストをやってみたいと思います。ではまずこちらから1万円スタート。ほんのりとした色気、色気はまだまだこれから。好きな場所はフェミニン、恋愛映画を見るのが好き、ノー、自分はしっかり者だと思う、思うって言いたいところだけど、まあ、いいえ、自分の主義主張はあまりない方だ、いいえ、思わず甘えたくなるお関係ホノルル女子でした。こちらを飲みます。こんな感じで詳しく載っています。次は髪質カウンセリングをしていただけるところがあるみたいなので、早速行ってみたいと思います。触り比べていただくとこの違い分かるかと思うんですけれども、いかがでしょうか。こちらがアジエンスで洗ったもの、こちらが一般のシャンプーで洗ったものですか。全然違う。そうですね、あとなんか変わる感じも。そうですね、これがあの中までケアできてるかどうかの違いになってきます、はい、お願いします。髪の本数って何本ぐらいあるかご存知ですか。本数ですか。一般的にですね、10万本あるって言われてました。10万本あ、96、まあ、そうかなと思っても77ぐらいなので、これは俺はどうかも一般的にこの辺だと思いますね。ちょっと平均でこっち寄ってますけど、若干普通の方よりも気持ち太いぐらい、ご自身の。さっき自分の髪質を知ることができてすごく勉強になりました。なんか髪の場所によっても髪質が変わったりして、あとシャンプーも自分に合ったものを選べるので、すごく嬉しいなと思います。では早速そのシャンプーとかを見に行きたいと思います。こちらで販売されています。で種類が2種類あって、硬い髪質用のこちらのゴールドのしっとり保湿タイプと、あと柔らかい髪質用のふんわり弾力タイプがあります。こちらのピンクをお勧めしていただいたので、こちらにしたいと思います。こんな感じでパッケージもリニューアルされて、すごく可愛くておしゃれなデザインになっています。あと今回はホノルル講義っていうのも体験させていただいたんですけど、実際に徳井教授とありさくんが登壇されて、トークショーも開催されていて、こちらでホノルル女子になるにはルルツヤ髪が大切っていうこともすごく学べたり、いろんなテクニックだったりも教えていただいたり、質問もさせていただけて、すごく勉強になりました。これからこちらのアジエンスでホノルル女子に近づけるように頑張りたいと思います。たくさん使い続けてブルツヤ髪を手に入れたいと思います。いかがだったでしょうか。今回はホノルルアカデミーイベントに参加しました。そして実際にこちらを使ってみました。で使った感想なんですけど、泡がすごくきめ細かくて、ですごくしかも柔らかくて、なんか洗っててすごい優しさを感じるっていうか、滑らかででもなんか濃厚で、しっかりと髪に浸透してくれる感じがすごく分かりました。であと私がすごく感動したのが、乾かす時なんですけど、もう手触りとかが全然違って、すごくしっとりして、しかもまとまるし、本当にうるつや髪になれたかなっていう風に
感じました。あと朝起きた時もすごくまとまり感があって、あの手入れもすごく楽になったし、市販の商品でこんなにもしかも研究されたりいろいろ考えられて作られたっていうこととか、その自分に合ったものを選べたということで、なんか使っていても心地いいし、すごく私は気に入りました。これはちょっと本当におすすめです。皆さんもこのヨロ女子に近づけるようにぜひこちら使ってみてください。気になった方は概要欄からチェックしてみてください。他にも池田真子のモコチャンネルでは DIY やメイクの女子を4回アップしています。気になるのがあったら評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回は池田真子のじゃんアジエンスのシャンプーとコンディショナーの紹介でした。バイバーイ。